山形チャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は愛知県にある国公立の大学の入試に必要な教科科目、それとまああと何点取ればいいのか、得点率ですね、そちらについてお話ししたいと思います。あと倍率なんかも少し、情報を、皆さんにお伝えできたらなと思ってます。それではやっていきましょう。まず愛教大ですね、教科は 5教科で、科目数は7から8になります。はい、これは、学部によって何の科目を多く取ればいいのかっていうのが変わってきますので、まあ、7から8科目で、まあ、必要なんだということを理解しておいてください。で、共通テスト、まあ、センターですね、いわゆる、はい、まあ、共通テストが次変わりますので名前がね、まあ、そこの平均点どれぐらい取ればいいのかっていうと 6.5 から 7.5 割取ればいいです。はい、でこれ平均値なので最低点はだいたい1割下ぐらいになってくるかなと。なので 5.5 割ぐらいが多分ね、ここの合格者の最低割合になってくるかなと思います。で、総合ですね、二次試験も含めた総合点ね、センター何割、共通テスト何割で、二次試験何割の合計点で、合格が決まってきますので、国公立は。なので、これを取っただけだと、ちょっと有利にはなりますが、多く取ればなりますが、最終的には二次試験の結果を踏まえ合格になりますので、まあ、二次試験を踏まえた平均がだいたい 6.3 割から 7.5 割必要になってきます。なので若干ね、やはり二次試験の方が難しいので、まあ、得点割合は下がってくるところになります。なので、まあ、若干ね、最低点はもう少し低くなるかなと思いますが、これ平均になりますので、なので、まあ、合格者 5.8 割6割ぐらいが最低点になってきますが、これなぜ幅があるかというと、学部によって学力の差がありますので、入りやすい学部、難しい学部ってあります、もちろん。はい、で倍率からもそれは伺えます。倍率 1.2 倍のところから22倍のところあるんですね、まあ、幼児教育とかそういったところなんですけど、はい、まあ、見ての通り倍率も違いますし、この得点割合も変わってきますので、自分は何学部に行った方がいいのかっていうところを、科目、共通テストの割合、総合点は何割で、倍率からして自分はここの大学に行くんだっていうところを計算立てて合格に導かないと、大学はね、厳しくなりますので、しっかりね、まあ、2年生の夏ぐらいにはある程度学部とかはね、決めといた方がいいのかなと。で、学部によってね、科目も変わりますしね、先ほども言ったようにね、この共通テストで何割取ればいいのかっていうところも変わります。で、二次試験の内容も変わりますので、二次試験の対策とかを取っていこうと思うと、やはり、学部専用の過去問とかで対策を取っていかないといけないので、まあ、そういったことを考えると、やはりしっかりね、学部を、国公立の場合は特に2年生の夏ぐらいには決めといた方がいいのかなと思います。はい、で次、愛知県立大、はい、愛知県立大の場合は、3教科でいける、試験内容もあれば、5教科必要な試験内容もあります。はい、で、科目が3、4、5から5から7ですね、この3教科必要なところは3から5で、5教科必要なところは5から7科目必要になってきますので、まあ、それぞれね、しっかり自分の行きたい学部とかを見て、何の科目が必要で何の教科が必要だっていうところを理解をしておいてください。で、共通テスト、センター試験は 6.7 から8.0 が、合格割合になります。はい、でこれも学部によってね、平均値がね、変わってきますので、まあ、大体これぐらいは取れるようにしとかないといけない。はい、で自分の
ね、まあ学部は何割なのかっていうところを理解をしてください。ただまあ見ての通り7割近くは絶対取らないと合格できませんので、はい、まあ見ておいてくださいね。はい、でまあ最低点はねもう少し低いんですが、これ平均値なんでね、低いんですが、まあやはり二次試験である程度取らないといけなくなるんで、ちょっと厳しくなるとは思ってくださいね、これより低い方。はい、で総合の、方に関しては 6.5 から 6.8 割取らないといけない。でこれもねセンター試験が何割、二次試験が何割っていう得点割合が決まってますので、その得点割合に応じて二次試験は何点取ればいいのかっていうのを計算すれば、大体自分はね、何点取ればいいのかっていうのが計算できます。なので、まあセンター大学共通テストで何割取れたから二次試験は何割取れば合格できるんだっていう計算立てて合格にね導くことが大学入試のね必須のことになりますので、そこしっかりやっていきましょう。で倍率 2.6 から 5.3 倍、ここもねやはり開きがありますので、まあ入りやすい学部ね、入りにくい学部ってありますので、しっかりねここ理解をしておきましょう。自分の行きたい学部は何倍ぐらいなんだと。ってことはそれだけ、ね、入るのが難しいので、ね、まあ、そこの部分をしっかり理解をしていきましょう。で次、愛知県立芸術大学が、まあ教科数は 2.2 教科か3教科になります。で科目数が2から4科目。まあ芸術大なので何が必要なのかというと、二次試験で、まあ、一応普通のテストがある学部もありますが、基本は面接とか実技になります。なので、まあ、これ一応出しましたが、ね、総合。基本的にはこのセンターを通って実技とか面接でね、合格が決まりますので、ここをまずね、超えることが必要になってきます。はい。なので、まあ、美術系に行くのか音楽系に行くのかって、まあ、変わりますが、まあ、この 6.5 割、ね、この辺を目指して、勉強するといいかなと。で倍率も 1.4 倍から 12.1 倍っていうところで、これ倍率かなり違いますので、この辺もしっかりね、自分の行きたい学部は何倍なのかで、まあそれにはセンター何点行って二次試験は何があるのかっていうところをしっかりね、確認をしておくことで合格に導き出せますので、そこの部分ねしっかり塾の方とかでもしっかり相談をしておくといいかなと思います。で次、豊橋技術科学大学、5教科必要で科目数7で、ね、6.6 割、が平均の合格割合になりますね、得点率で。まあ総合の方、ね、二次試験が数学しかないですけど、数学が300点、もらえますので、ここで大体同じぐらいの割合取れば、まあ、合格できますよというところになります。で倍率は 2.8 倍になりますね、うん、まあこれが毎年同じぐらいで、豊橋技術科学大学って少しね、変わった大学といえば大学で、3年次から合格する方は見えます。3年次から編入してくる方結構多いんですよ。で理由としては、まあ高専ね、豊橋高専、豊田高専とかね、そういったところの工業専門学校からいわゆる、ね、高校3年間2年間、専門の5年間課程の高校から編入をしてくる方が見えますので、3年次から結構、入学者います、ね、だからそういったちょっとね特殊な、大学さんになってますので、まあ、ぜひここ、ね、しっかり調べておくといいかな。はい、続いてね、旧帝大、名古屋大学ですね。まあここに入るのは最難関ですね、この愛知県の中では。で必要なところは教科数5で、科目数が7から8、これは学部によってね変わります。で共通テストのね、テスト割合が 7.64 から 8.9、 これ医学部ですね。医学部はめちゃめちゃ高いですね、どこの大学も。なので医学部に入るってもうどこの大学行こうがめちゃめちゃ頭いいです、はい。で、まあ、7.4 割ぐらいの得点率っていうところが、明大であれば看護系ですかね、看護系は入りやすいって言われてますので、ま
まあ、そこが 7.4 になります。それでも高いですけどね、はい。でまあ、最低点はもう少し低くなるかなと思いますが、ね、ただ自分が勉強するんだったらこれぐらいは取れるように練習していかないといけないよと。で総合に関しては 6.0 割から 7.8%、ね、7.8 割ですね、この医学部見ていただいて 8.9 割から 7.8 めちゃめちゃ下がってるんですね。めちゃめちゃ難しいです二次試験で。二次試験の得点割合がね、結構比率としては、まあ、この国公立の9定大の中では低い方なんですよ。なのでセンターで、ね、取れる分だけ取った方が合格しやすいです。明大の場合はめちゃめちゃむずいんで、医学部のとか、まあ、理系とか文系とかのテストを見てもめちゃめちゃむずい問題もあるので、ね、まあ、半分以上は、ね、基本の問題もありますが、ただそれでも、ね、それ以外のところがややむずだったりとか、ね、考えても難しいなっていう問題が一問出てたりしますので、そこを考えるとね、まあ、センターでいくら取れるかで、まあ、合否が基本決まってくるような大学さんになってます。で倍率は 1.8 倍から 3.6 倍ですね、はい。じゃあ次、名工大ですね、5教科必要で7科目必要です。で、共通テストの得点割合が 5.9 割から 8.2 割になります、はい。で、これも学部によってね差が開きますので、まあ、どこの学部に行こうかな、自分は何学部行こうかな、将来何になろうかなっていうことでね、決めていただいて、でそれになれるような学部を選んでいただくんですが、ね、開きがありますので自分の、まあ、目標に向かってね、何割取ればいいのかっていうのをしっかり計算立ててやっていくといいかなと。で総合は 5.8 割から 7.1 割、はい。ね、二次試験が同じようにね難しいので少しね下がってしまいます、はい。なのでここの部分で 何割取れるかというよりは、やはり同じようにセンターでねしっかり得点をしていった方が合格には近づけますので、しっかりそこの辺、計算立ててやっていきましょう。ただね、センターで足切りとかそういったところに合わなければ、ね、まあ、どこの大学もそうなんですが、足切りに合わなければ全然ね合格する、希望は全然ありますので、しっかり二次試験の対策を取ればいけますので、しっかりねそういったところを計算立てていきましょう。で倍率は 1.7 から 9.4 倍、はい。ここも倍率に差めちゃめちゃあるんで、人気な学部ね、少しね、やはり学部的には絞られた学部だと、ね、将来的に、まあね、みんなが行きにくい学部もありますので、そこは合格しやすいんですが、はい。ただまあね、これセンターでこれだけ取らないといけないので、ね、まあ、そこら辺はね考えながらで、将来も、ね、まあ、入れればいいやっていう方はいいんですが、やはり自分の、ね、行きたい学部行きたいっていう方はね、やはり自分の学部の倍率をちゃんと見ていただいて、はい、やっていただくのがいいなと。で次名刺代ですね、3から5教科で、まあ、同じように4から8科目必要になってきます、はい。これも学部によってで、ね、入試の形式によって変わりますね。で、共通が、7.0 割から 8.8 割、はい。これ医学部ですね、 8.8、 やはり高い医学部、まあ明大とほぼ一緒ですもんね、はい。もうめちゃめちゃ高いですね医学部はね、もう頭良すぎです、はい。で、7.0 なので、まあ簡単に入れるような大学さんでもないですね、明治大もね、はい。なのでこれも学部によってね変わってきます。で最低点も同じようにちょっと下がりますが、ね、そこを目指すんではなく、ここ、ね、ここの得点を取れるようにしていった方がいいとは思います。で総合が 6.5 割から 7.8 割、はい。ここも二次試験難しいので下がりますね、はい。ちゃんと二次試験用の、ね、対策を取れるかどうかで合否決まってきますが、やはりセンターである程度取っといた方が、合格に近づきやすいって言われてますので、そこをしっかりやっていきましょう、はい。東京大学さんとかを例に出しちゃうと、センター試験って4分の1ぐらいしか割合ないんですよ。なので4分の3が二次試験になるので、二次試験対策を取った方が東大は合格しやすいんですね、実際、はい。
から、こういった、ね、名古屋さんの、ね、愛知県にある大学に関してはセンターで取ってた方が合格しやすいような大学が多いので、しっかり、ね、センター対策を取ると。で、二次試験も必要にはなります、ね、これ0点でこっちはいいけど二次試験0点だったら絶対不合格ですよ、はい、なので二次試験の対策は必要なんですが、センターである程度取ってる方がいいと思います。で、倍率に関しては 1.9 から 15.9 という形の倍率になりますので、まあここのね、やはり自分の行きたい学部とかで何倍なんだ、まあでもここの学部もいいかな、じゃあどっちの方が入りやすいんだっていうところも、ね、調べておくと自分のね、入りやすい学部で希望の大学に、ね、合格に近づけますので、もう本当に大学入試ってもう本当に作戦ありきになります。はい、なのでその辺もね、塾とか、まあ、塾でもこういった知識持ってる塾ってそこまでないので、まあ予備校とかだったらもうたまりあるんですけど、普通のね、学習塾、個別指導とかね、そういった塾の先生にこれ聞いても多分答えられません。はい。なんか本を見て、なんかそれに書いてあることを喋ってるだけなので、正直知識ないです。はい。なので、しっかりね、こういった知識を持った塾に行かれるのがね、大学入試には必要になってきますので、まあ、一番手っ取り早いのが予備校なのでね、予備校に行かれるのがいいのかなと思います。はい。じゃあ、今回のね、国公立の愛知県の、国公立のお話は以上になりますので、また個別でね、1個ずつの大学の詳しくこのね、科目とか出そうと思うとめちゃめちゃ時間かかっちゃうので、今回は大まかに出しましたが、1個ずつね、また解説はしてきますので、そちらの方の動画もね、また参考に使っていただければ嬉しいです。それでは失礼いたします。